い、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、シナーズベースメント。どういったゲームかというと、概要欄によると、4年前に近所で起きた恐ろしい虐殺で妻と娘を失った家族の男の話です。殺人犯はまだ逃走中で、あなたは妻と娘を取り戻そうと悪夢にうなされています。で、その中で地下室にいることに気づいたあなたは、そこから脱出し、なぜ閉じ込められているかという理由を見つけますとのことです。はい、楽しみですね。それでは始める。始まりました。回ってますね。まだ動かない。まだ動かないあ、動いた。はい、結構これふわふわ系な感じですね。これ酔いやすいやつかもしれないですね。うん、歩くとね、ふわふわふわってふわふわしてますね。ここが地下室なんでしょうね。結構グラフィック綺麗だな。開かないんだ。はい、じゃあ鍵か何かを見つけましょう。あるの？あ、すごい綺麗ですね。グラフィックがめちゃくちゃ綺麗だな。うん、あ、光りましたね。これはどうやって撮るの？撮れないよ。E ボタン？クリック？あれ？撮れない。なんだ？これは、しゃがみか。ああ、しゃがんだら撮れましたね。はい。これでじゃあ、次の部屋へ。次の部屋っていうか、ここが部屋だったんですね。いやー、これは何？どこの地下室なんだろう？スプレー缶とか、あ、なんか、鍵だ。鍵手に入れましたね。作業をしてる工場かなんかとかなのかな。スプレーが異常に多いですね。そこの地下室で目を覚ましたのかな。ちょっともう悪夢の中なのかな。ちょっとまだわからないんですけどね。はい、じゃあドア開けましょう。ちょっと暗くって見えないな。一回閉めます。段ボールは調べられない。これは椅子なのかな？椅子っぽいけど、なんか いっぱい、さっきの部屋もありましたもんね。なんかそういう監禁しとく部屋なのかな？ちょっとわかんないけど。ここの下とか怪しいですよね。うん。何もない。じゃあ。棚も何もないけど、すごく散らかってるけど、でもここ住んでそうな気配がするな。洗濯機があって、そうね、はい。洗濯機があって、着替えがあるってことは、これ誰かがいるってことですよね。で、洗濯物もありますから、うん。洗濯機が2台あるって、これはどういうことなの？これ。下着用と洋服用とかそういうこと？うん、よくわかんないですけどね。で、これで地下室はもうおしまいかな？何もないですね。じゃあ上に行きましょう。お、来た。消えた。もうね、この階段上がった時大体消えますよね。つか暗くて見えないんですけど。何何？あ、見えた見えた。何の声だろう。男の声、女の声、男っぽいけど鍵がかかってますね。棚があって、これさっきと違う場所？もしかして、え、一緒？あ、一緒か。でも そっち扉なんかなかった。あー、なんか鍵がありましたね。はい、取って開けましょう。こっちに扉ってなかった？おっと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 、いましたね。
言っていいのかな。どっちだ、お前はどっちだ。あ、消えるタイプね。襲ってくるタイプとね、消えるタイプと言いますからね。鍵とこれ何、あ、フラッシュライトか。よし、フラッシュライトがあればもう大丈夫。行きましょう。やっぱさっきと違う気がするな。あ、一緒か。なんか板打ち付けられてこの部屋にいたんですよね、最初ね。じゃ、なんか時が経ったのかな、これ。こっちなかったもんね。はい、時が経った感じですね。それでじゃあ上の階に行って開きましたね。そうすると長い廊下がありますね。これまだ地下室っぽいな。はい、開きました。いや、ここはちょっと怖いな。何か出てきたら逃げられない。フラッシュライトが振り向いてから少し時間差があるんだよな。それがすげえ怖いな。こうふっといかないからちょっと怖いな。鍵また戻るのかな。じゃあさっきのところに。おお、え、なんだこっちに。なんか、あー、なんだこれは。なんか時空をワープしてるのか。さっきはね、なかったのが現れてますね。ここにじゃあ鍵があるのかな。あ、全然座っても進めない。え、じゃあ、あ、あった。すごい、目の前にありましたね。そしたらじゃあ戻って、じゃあさっきの部屋へ行きましょう。はい、あ、あ、終わった。はい、いや、これすごいな。グラフィックとかもめちゃくちゃ綺麗だし、これ面白そうなゲームですね。これまだデモ版みたいですね。はい、楽しみです。すごい面白かったですね。はい、といったところで動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。